メッセルは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタット D 軍に、属す、マチソン。メッセルは、北はドライアイヒ及びレーダーマルク及びエッパーツハウゼン、東はミュンスター及びディーブルク、南はグロースツィンメルン、西はダルムシュタットと境を接する。メッセルは、メッセル地区とグルーベ・メッセル地区からなる。メッセルは800年に、ロルシュ文書の寄進証書に、初めて記録されている。 ディーブルクのグロシュラーク家は1400年から1799年までメッセルの領主であった。公認の領主となったマインツ選定校の国務大臣アルビーニを住民たちは認めず、1799年5月31日にグロシュラーク家の娘たちに忠誠を誓った。アルビーニは50機の軽機兵で村を制圧し、領主として認めるよう強要した。 いずれにせよ、アルビーニの支配は短い幕開劇に過ぎなかった。1806年にこの村はヘッセン大公領に編入されたのである。メッセルの町議会は19議席からなる。メッセル駅はグルーベ・メッセル地区にあるマインライン鉄道沿いの駅である。この駅は歩道、自転車道でメッセルと結ばれている。パークライドの駐車場もある。このほか、 ダルムシュタット・クラニヒシュタインやレーダー・マルクトへのバスの便がある。メッセル博物館メッセルは1995年にユネスコの世界遺産に登録された多くの化石が発掘されるメッセル採掘場で知られている。ダルムシュタットやフランクフルトのほか、メッセル化石、郷土博物館にもここから発掘された化石が展示されている。ありがとうございます。